こんにちは、塩の群れ教会の吉川直美です。本日は皆さんと18日水曜日の箇所、ヨハネの福音書12章1節から11節までのところで、愛による聖なる浪費というところを皆さんとご一緒に読んでまいりたいと思います。ヨハネの福音書12章1節から11節。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。それは彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。今日のところは、イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいたというところから始まっています。この直前の10章のところで、イエスがこのマリアとマルタの兄弟であるラザロをよみがえらせたという記事が記されていました。どうもこのことと関連づけて、このベタニアでの香油注ぎの記事が記されているようです。そのことは11章の初めのところを見てもわかるんですね。そこにすでにこんなふうに記されています。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。このマリアは死に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアである。すでにラザロのその復活の記事の始まる前に、このマリアがイエス様の足を香油で拭ったということが記されています。ラザロのよみがえりの出来事というのは、ヨハネのこの福音書が記すイエス様が行われた記としても、最大のそして最後の記と言ってもよいでしょう。ご自身が命の主であること、そして人をこう死からもよみがえらせることのお出来になる方であるということを明らかにされた大事な出来事でありました。
でも一方この出来事が、イエス様をこう十字架に向かわせるまるで合図であったかのように、ここからこう人々がイエス様についてますます、ある人は敵意を深めていく、そして、イエスを見かけたらこう報告するようにというような、そういうような命令まで出されるんですね。イエス様はこの最大の印、そして全ての印を終えられたかのように、いよいよエルサレムに入っていかれるのです。そして6日後には杉越の祭りが行われようとしていました。まさにこの十字架の死、ご自身のラサロの死ではなくて、今度はご自分の死というものを迎えられる、その歩みを始めようとしている直前の出来事です。ベタニアという村は、辞める者の家というような意味がある言葉なんですね。イエス様はこの最後の大事な週をここで過ごされております。ベタニアを愛しておられた、そこにはラザロ、マリア、マルタたち家族がいたんですね。この時もマルタは懐疑しく給仕をしていました。ラザロはそのイエス様に、一度死んでしまったけれども、イエス様によみがえらせていただいてここにいて、もしかしたらこうお祝いの席のようなものだったかもしれません。そしてその席でマリアが、純粋で高価なナルドの香油というものを300デナリ、大量のその香油をイエス様の足に塗って髪の毛で拭うという、ちょっとこうドキドキするような、そんなことをしていたんですね。ユダでなくともこうちょっと咎めてしまう、あるいは眉を潜めてしまう、そんなことしていいんだろうかと思ってしまうような場面です。そしてこれは本当に当時の人々にとって決してありふれたことではない、ある意味尋常ではない出来事なんです。まず第一に、足を洗うというのは当時の奴隷の仕事でした。またこのナルドの香油300デナリっていうのは、その当時1デナリが1日分の給料だったそうですから、ほぼ1年分のものですよね。それはユダでなくてもびっくりしますよね。もしかしたらこれはこう、結婚の持参金の代わりだったのか、どちらにしてもマリアにとっては本当に貴重なものであったはずです。そしてまたこの髪の毛で拭うというのは、どう考えても尋常ではないですよね。でもこの出来事、それぞれ大事なことを表しています。一つは、この後イエス様ご自身が、この奴隷のように弟子たちの足を洗うということがありますよね。その、こう、本当にしもべとして仕えていく姿。またこの油を注ぐというのは、王あるいは祭司、預言者が任命されるときに油を注ぐ。イエス様は本来は王であり、祭司であり、預言者であり、そのすべてを兼ね備えた神の子であったんですけれども、誰もこの地上でその油注ぎをしたわけではない。マリアがその油注ぎを、知ってか知らずかした。そしてこれがまた葬りの油でもあった、そのことをイエス様はおっしゃっていますよね。マリアだけがそのイエス様の死というものを捉えて予感をしていた。そしてせめてこう油を注いで差し上げたいと願われた。そして髪の毛で拭う、これがどういう思いがあったのかわからないですけれども、本当にそのイエス様をこう慕う思い、あるいは大事な兄弟のラザロを蘇らせたことへの感謝の思いが思わず、マリアをそこまでさせてしまったのではないでしょうか。イエス様がこのようなこう十字架の死を迎えられること、弟子たち誰も分からなかったのに、どうしてマリアには分かったんでしょうか。それやっぱりマリアはこうイエス様の足元でイエス様の御言葉に耳を傾けて時間を過ごしていた。イエス様がどのような思い、痛みの中にあるのか、マリア一人がマリアなりに察知していた。そのことを覚えたいと思うんですね。
そしてラザロをよみがえらせた出来事、そのことがこう、まあ、イエス様が死というものに打ち勝たれたことですけれども、そのために今度イエス様ご自身が死ななければならない、その罪の力である死に打ち勝たれたということは、イエス様ご自身がそれと引き換えに死ななければならないということをマリアはどこかで察知したのではないでしょうか。ですからマリアは惜しみなく自分にできること、自分に精一杯できることをお捧げしました。まあ、それをユダは咎めていましたけれども、イエス様はこのマリアの行為、あなたはその私のために取っておいた、マリアが本当にどこまでそのことを意識していたかわからないですけれども、それを私のために取っておいてくれたんだねというふうにイエス様は受け止めてくださるんですね。イエス様は決して貧しい方のことをおろそかにしたわけではないですよね。貧しい人のための施しはまたそのできる機会がある。でもイエス様の葬りのため、イエス様をこれから十字架に向かわれるイエス様を愛することは今しかできない。そのことをイエス様はそのマリアの思いをしっかりと受け止めてくださったんです。そしてまたイエス様ご自身がそのご自身の香り、ナルドの300デナリの香りに勝るとも劣らないとか、それ以上の私たちにとって想像を絶する香りをこの捧げる価値もない私たちのために捧げてくださっているんですね。そのことを私たちは覚えて、私たちもイエス様に自分のできるもの、自分が捧げることができるほんのわずかなものかもしれないですけれども、お捧げしていきたいと思います。お祈りをいたします。イエス様、この時からあなたの周りには死の匂いが立ち込めてまいりましたけれども、マリアがあなたのために捧げてくれたことで、この家には愛の香りが立ち込めていました。主よ、私たちもどうぞあなたが捧げてくださったその尊い命を持って、私たちが捧げることのできるものを惜しむことなく注ぐことができますように。人が評価してくれなくても、あなたが良い代わりだと褒めてくださることを期待しております。私たちの救い主、主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。